阪神開幕投手は青柳晃洋、岡田監督が発表。阪神、岡田監督が7日、今季の開幕投手を青柳晃洋投手にすると公表した。岡田監督は挨拶で、今年は、というか今年も青柳でタイガースはスタートしたい。日本シリーズ、第7戦、からの連投だけど、大丈夫やな、と異例の開幕指名。3月29日の東京ドームは強いタイガースをお披露目する絶好に機会や、と連覇を宣言した。青柳さん開幕投手かってや。大開幕は青柳か。青柳さん、頼みます。開幕投手、青柳か、順当ですね。虎のエースが、復活じゃあ。吉井とか岡田とか、開幕投手がクレバーすぎる。馬鹿正直に今井に早川ぶつける今井とは違う。頼むです。青柳なんだ。やっぱ青柳か、頑張れ。うちのエースは、やっぱ青柳や、って熱く語れるように、頑張ってほしい。応援してる。開幕投手頑張ってくれ。また2年連続最多勝を取った時みたいなピッチングが見たい。やっぱり青柳さんか。去年と同じで原価次。青柳タイトボーね。ギリギリまで発表せんと思ってた。東京ドームなら雨の心配もないしね。わらけど青柳復活したらでかいな。大監督の口ぶり見る限り良さそうなのでとても期待している。開幕青柳なんや。相当ボールええんかれ。一周回って青柳で落ち着くんやな。去年みたいな開幕戦のピッチング期待してます。個人的にはそろそろ再起に任せてもいいかなと思うんやけど、体調が悪いから仕方ないか。頼むぞ、俺たちのエース。開幕投手2年連続青柳で決まったか。頑張れ。開幕結局村上じゃなくて青柳で行くんか。個人的には再起でも面白そうと思ってたけど。アレンパするためにまず開幕戦頼むぞ。多少去年あかんくても阪神のエースは青柳よ。今年復活してくれ。青柳に始まり青柳で終わり、練習試合も青柳で始まり、シーズンも青柳で始まる1年、真のエースってことやな。頼むで。日本一投手のご褒美みたいなもんもあるし、もちろん実績もあるしな。青柳復活&再起が1年戦えるようになったらエース4枚みたいなもんですからね。岡田監督はやった長いスパンでの実績重視するね。ええやん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。